バーベキューはね、酒屋で。決定です。ゼッケン2番の上尾選手のアドバンテージです。井上選手もちょっともう戻りかけぐらいまで戻りかけぐらいまで、はい、さあ大きなアドバンテージを取って得意の後攻上尾選手、まあ、でもこのシステム分かんないですよね、どっちが勝つか。いや本当です、はい、ちょっと油断したら負けますよね。無事じゃないですって。ただいまの勝負は決定です。ゼッケン2番上尾選手の勝ち上がりです。今選んだちょっと見て入ってる、ね、そうですね。さあ続きましてはこれ同門対決って言っていいんでしょう。ゼッケン10番薮内選手対ゼッケン3番中村選手、リーガルチャンプ対レディースリーグチャンプ、チャンピオン対決、面白い対決です。感じでしょう。勝敗をつけるのがもったいない。さあ
これはアドバンテージは、まあ、言っても矢渕さんも走る、そうですね、はい、若干ですけど、ゼッケン3番中村選手のアドバンテージです。そここだわりますね。ちょっとずつなちょっとずつなりますね。それはわかります。さあ入れ替えてどうなるんでしょう。ただいまの勝負、ゼッケン3番中村選手の勝ち上がりです。矢口選手もちょっと急ぎすぎましたね。そうですね。でもこれ誰もが予想したぐらいの面白くない対決ですね。予定通りって言ったらおかしいけど。予定通り、はい、優勝だけ捨てる。じゃあ2位だけ発表しますか。だって優勝だけ捨ててくれって言ったんですね。はい、すいません、すぐ上げ足取るんですよ。すいません。さあ、これは3位決定戦はなし、3決はなしでいいですか。3位決定戦やりますか。まあそうだね、やるそうです。じゃあ決勝だけ、A グループ、 A グループから久保田君の番組。さあ3位決定戦始まりました。井上選手と矢渕選手、ごめんなさい、後ろの話です。むかつく。俺のここの入りもうさんですね。ちょっと怪しかった、入りましたね。先ほどのアドバンテージはそしたらどっちでしょう。どっちですか。本当よ。はい、ゼッケン16番井上選手のアドバンテージ。私に中村直樹さんとか矢部さんとか来るの、なんで後ろの方が面白いことがいっぱいあるんでしょうね。本当だよね。まああんまりハプニングないですよね。なんかこう途中でなんか入れ替えとかしようか。レディースとリーガルと両方、ね、さあ前後を入れ替えて、決定でいいでしょうか。ちっちゃくお願いします。さあ、はい、決勝に行きます。結果は後ほど。井上さんはあの肺がすごい小さくなってたんですよ、はいはいはい、要するにあそこであれだけ踏めるってことは繰り返した後の圧力があって弱い、そうですね。これで決めていくんで。さあスタートしました。3位決定戦、
ちとどっち点数を。はい、今のはアドバンテージは井上選手のアドバンテージになっております。でもかなりの僅差ですね。そうですね。さあ入れ替えてどうなるんでしょうか。あとはもしもう一回刺すんですが、そしたら矢口さんがここをちゃんときっちり合うと思う。それはもうないと思います。散々言ってその最後だけ来たらびっくりします。さあ先行矢口選手、後攻井上選手。でしょうか。さあアドバンテージ、1回目のアドバンテージは井上選手ということは違う。さあどうします。ちょっと痛い。さあこれもまた勝負がつきません。サドンです。ちょこちょこのミスが、ちょこちょこ違うところでのミスが、あそこ、あさあこれ3回目なんで、これで細かいところで決めていきましょう。さあ3回目のサドンです。ちょっとでも引けば、でも引いたら離れるのが怖いんでしょうね。なんとかコンクリで収めれる。決勝の勝負か。はい、なるほど。はい。OK です。さあ3位決定戦が長引いております。さあこれで細かいところまで決めていきましょう。もうタイヤがない音ですね。あ、めくれたんだ。今のはタイヤがめくれて、これ、はい、アドバンテージはいつものようにゼッケン16番井上さん。奇跡的に割れてない。ここまではいいんですよね。ここからなんですよね。でも今回はさっきよりちょっと差がついてるんで、勝負がつくかなと。差がついたっていうやつ。さああとは集中力の問題となっております。さあ3位決定戦、これラストで決まるんでしょうか。
さあスタートしました。さあこれははい決定で後ほどと審査結果は後ほどと、やっぱちょっとタイヤがもうなかったですね。じゃあ今日は井上さんと高橋さんのメンタルのケアが必要かなと。そうしてるんで、AB の方急いで並んでください、お願いします。あと CD の方も。紹介できないという。はい、そうですね。さあでも決勝戦にふさわしい2台が残ったということでしょう。リーガルチャンプ、リーガルチャンプ対元 D1 チャンプ。こんなの見れんすよ。見れないですよね。皆さん追加料金でお願いします。本当追加料金。さあ先行部屋選手、後攻中村選手。触った感じですよ。まあまあまあ、ちょっとあの前の感じ。さあ今のアドバンテージはどっちでしょう。アドバンテージも言わない、決勝戦はじゃアドバンテージも言わない方がいいですか。でも選手に言ってるんじゃないですか。言ってください。え、こっちの？はい、こっち。はい、若干のアドバンテージがゼッケン2番上尾さん。さんがそうですね、ピタッと来たら決まりそうなね、もう一回見たいな、それぐらい上横が早かったですね。そうですね、あそこで詰めれないと、もうそうですね、このぐらいの選手たちがもう詰め寄ることが詰め寄ることができないですね。さあ先行後攻入れ替えて、これは点数のつけようが良かった、審査員じゃなくて。スタイルの違いがあるんだけど。あ、聞こえました今。心の声が。マイクで漏れてます。漏れてます？漏れてます。さあ。どっちでしょう。さあ今審査員2人が迷っております。審議中です。さあえどう、こんなに細かくつけてもいいしたら、お、もう一回、もう一回かな、もう一回、どうしましょう、もう一
回しましょう。後ろ回んだし、ちょっとね、離れてた。決定で。さあ、これは分からない。決定で。はい。決定しました。さあ、これはかなり。はい、決定いたしました。発表は表彰式で行いたいと思います。あー、もう一回見なかったの。そうなんだ。あと心のケアをしてあげないと。Right away.